イー・フーツアンイー・フーツアンは中国生まれのアメリカ合衆国の地理学者。1960年代の末から1970年代にかけて形成された人文主義地理学の研究潮流の中核となった人物の一人である。1930年、中国の天津市で生まれた。ドゥアンは裕福な加藤支配の一翼を担った実力者の息子で当時の中華民国における 最上層階級の一員であった。トゥアンはイギリスで教育を受け、ユニバーシティカレッジロンドンに学んだ後、オックスフォード大学から1951年に BA、1955年に MA を取得した。その後、トゥアンはアメリカ合衆国カリフォルニア州に移って地理学を学び続け、1957年にカリフォルニア大学バークレー校から PHD を 取得した。学位取得後、ニューメキシコ州にいたトゥーアンは、1966年から1968年まで、カナダのトロント大学で教鞭を取った。その後、1968年に、ミネソタ大学で教授となり、人文主義地理学に焦点を当てた研究を、ミネソタ大学に14年間勤めた後、トゥアンは、ウィスコンシン州マディソンに移り、ウィスコンシン大学マディソン校で、 1985年から1998年までザ・ j k ライトビラス・プロフェッサー・オブ・ジオグラフィーの座を占めた。ドゥアンは1986年にアメリカ科学振興協会のフェローに選出された。あとに2001年にはイギリス学士院、2002年にはアメリカ芸術科学アカデミーのフェローにも選ばれている。1987年にはアメリカ地理学協会から ラ学メダルを贈られているその後、トゥアンは、ウィスコンシン大学マディソン校名誉教授となった。時折は講演の機会を持ち、親愛なる同僚へと書き出す。公開上を書き続け、ジオソフィについての新しい本を出版し続けている。金刊は、ヒューマングッドネス、レリジョン、フロムプレイスツープラスラスネスである。トゥアンは、ウィスコンシン州マディソンに住んでいる。トゥアンは、 人文主義地理学の提唱者とされ、人文主義地理学の成立、拡大において主要人物として挙げられる。人間と自然とのつながりに強い関心を寄せ、また人間を理解するために新たな方法論を持ち込み、人間の心理や人間性にも着目して人文環境の理解に努めようとした。トゥアンはトポフィリアという概念を提示した。トポフィリアは 人間の場所に対する愛着のことである。一方、人間に対して恐怖感を与える場所のことをトポフォビアという。ドゥアンは著書、スペースプレイス、ザ・パースペクティブ・オブ・エクスペリエンスにおいて、空間にはある場所から別の場所への運動が必要であり、同様に場所には場所となるべき空間が必要だと述べている。したがって、この二つの概念は相互依存的なものである。 ありがとうございます。